じゃあですね、DOD のテントを開けていこうと思います。DOD の商品がですね、安いっていうことにちょっといくつか理由があるみたいで、まず一つが広告費をかけてないということ。まあ、あんまりかけてないってことなのかな。で、次に、主な流通経路がインターネットっていうこと。この2つが、商品の価格を下げるポイントみたいです。で、もう一つポイントがあって、こういう箱ですよね。普通のメーカーだとですね、この辺ちょっと印刷してあったりとかすると思うんですよね。商品の写真がこうカラーで印刷されてたりとかすると思うんですけども、そういうんじゃなくてこういうシール1枚とかにすることで、この辺もコストカットをしてるということみたいです。でね、これほんとね軽いんですよね。大丈夫かなってぐらい軽いんですが、ちょっと開けてみます。一応説明書も入ってますね。この辺がね結構なくしやすいんで大事に取っとこうと思います。これが上ですね。で、これがポールの、ペグと。でさっきですね、価格を下げるための工夫をしているというお話をしたんですけども、そういったところで工夫しているので、安いテントでもこういうふうにアルミのペグがちゃんとつけられるみたいです。多分そういうことでしょうね。じゃあそれではですね、設置の様子を見ていこうと思います。まずはですね、インナーテントを広げて6箇所をですねペグで固定する形になってます。もう1箇所決めてしまえばですね、あとは広げながら打つだけなので、ワンポールテントのですね簡単なポイントでもあるんじゃないかなと思います。それからですね、ポールを組み立てます。で、インナーテントのですね一番上になるところ、そこにポールを押し当てて立てていくという感じになってます。ポールを立てるときに中心部分がよくわからないと思うかもしれないんですけれども、こんな感じでですね、中心部分にはですね、印のようなものがついてます。これがあると立てやすいですよね。で、上部はですね、こんな感じで補強されてます。で、そしたらですね、上のフライシートをかけていくだけです。ペグを打ったところにですね、そのまま引っ掛けていく。ただこれだけですね。これでもほぼ完成形になります。あとは、まあ、風が強ければ、ロープを張ったりとかして補強してあげれば OK です。どうですかね、組み立てとしてはだいぶ簡単なんじゃないかなと思います。どうでしょう、一応こんな感じでできました。風はちょっとありますけどね、ただ思った以上に大丈夫そうですね。とりあえずですね、中こんな感じになってます。今ですね、セミダブルのベッドを1つ入れてるんですが、これがですね、もう1個入りますね。もう1個入るんで、多分4人用ですかね、4人用っていう感じで考えたらいいのかなと思います。一応中でこうやって立つこともできますね。結構ギリギリなんですけど、一応中でも立てるような感じになってます。まあね、1人でやるには、これ十分じゃないですかね。さすがにですね、今日は曇りなんでかなり過ごしやすい気温なんですけども、ワンポールテント買うまでに、ワンポールテントの嫌だったところというか、このポールありますよね。このポールがあるから、なんかこう圧迫感があるんじゃないかとか、ちょっとこのテントの中をうろうろするのに、まあちょっとうろうろしにくいのかなと思ってたんですけども、意外とね、やっぱ5人用買って正解だったかなって感じがしますね。3人用だとまだ結構圧迫感があったのかなと思うんですけども、5人用にしたことによってですね、今ここにベッドを置いてますが、こっち側はね結構広いんですよ。こっち側はね多分ね思ってる以上に広いかなという感じがしますね。ね、結構広いでしょ。こっちもねまだここまで行けちゃうんで、もうちょっとね大きくとか、もうちょっとピンと張った方がいいのかもしれないんですけども。で、中もですね、この辺ですね、この辺とかメッシュになってるので、入り口も全面メッシュでしょ。なので
多分ね夏場でも過ごしやすいし、あとやっぱりね、やっぱりあれこのネットですよね、ネットがあるんで虫対策もねできていいかなと思います。このね6隅をペグで打つんですけど、6隅もうちょっとね張ってもよかったかもしれないですけどね、まあまあ全然大丈夫そうです。風がね結構吹くんですけど問題なくですね、テントが張れました。セミダブルのベッドで、テントの半分使ってる感じです。半分使ってて、まあ、あとの半分はですね好きな感じで過ごせると思うので、意外とねこの中でライブ配信とかやろうと思ったらできちゃいそうですね。で前回のですねファミリーキャンプからこの、エアーベッドを使うようになって、まあ、汚れないように一応この布を敷いて枕も用意しているという感じです。島村でこれ見つけたんですけども、新日本プロレスの、まあ、多分正規のものじゃない気がするんですが、新日本プロレスの枕、結構ねうちのたこ焼きくんにも新日本プロレス の T シャツとか着させたりとかしてるんですけど、キャラメルちゃん用に買ったんですよね。赤だから着るかなと思って、だけどやっぱりライオンのマークが女の子っぽくなかったみたいで着てくれなくてですね、あ男の子がいれば着てくれるのかなとか思ってたんですが、まあたこ焼きくんが生まれて、キャラメルちゃんの頃から考えると4年通算4年かけてようやくT シャツを着てくれるようになったなという感じです。まあその4年も早かったですね。こちらがですね一晩経ったインナーテントの底の部分ですね。こんな感じになってます。設営した場所がですね海沿いということもあるんですけども、結構ちょっと染みやすかったかな。なので、なるべくですね下にまた別のグランドシートを敷くなり、なんかビニールシートを敷くなりした方がいいのではないかなという感じがしました。インナーテントの底の部分なのでそのままですねずっと敷いてるとどうしても乾きにくいので、こんな感じで木に引っ掛けて干しました。朝の7時ぐらいから干してたんですけども、大体ですね30分もしないうちに乾いてくれます。さあ次がちょっと疑問なんですけども、タープを貼ってみましょうか。これもだいぶちっちゃいですよね。思ったよりちっちゃくてびっくりしたぐらいなんで、今回ですねこれ初めてタープを設営したんですけども、 YouTube なんかでですね他の方を参考にしたりとかして、なんとか立てることができました。タープにはですねこんなアルミのペグがついてました。なぜかオレンジ色です。まあ、この辺はですねちょっと自己流なんで、やり方としてもうちょっといいやり方があるのかもしれないんですけども、まあまあ一応立てられたので問題はないだろうという感じです。でこの状態で1日持ってくれたのでまあまあ問題ないかなと思います。 DOD のポールはですね赤いものを選んでます。結構ねアクセントになっていいかなと思うんですけどね。で、このポールもですね、55センチのものが何本かついてる感じなんですけども、組み方は自由なので、前を長い感じで今回は使ってます。とりあえずですねこんな感じで立ててみました。前だけちょっと長めにして、後ろちょっと短い感じにしてます。でねこういうあたりもなんかこう明かりをぶら下げたりとかで使えるかなと思います。ちょっと一周してみましょうか。こんな感じですね。
構いい感じなんじゃないかな、もしかしたらもう2本ぐらいポールがあってもいいのかもしれません。